俺の名前は原田翔一。ギャンブルで負けに負け、かなり金に困っている。サラ金からはこれ以上借りれないし、どうしよう。俺はネットで金欠時の対処法を調べるうちに個人間融資というものを知った。へえ、個人から金が借りれるのか。そこで俺はツイッターでシャープ個人間融資とハッシュタグをつけつぶやいてみることにした。するとすぐ返信が来た。貸しますよ、いくらご希望ですか。もう来た、早っ。連絡してきた人はアイコンはピシッとしたサラリーマン風で、プロフィールには上場会社サラリーマン、人助けのためボランティアで融資やってますとあり、信頼できそうな感じの人だった。怪しい感じの人が来るのだと思ってたけど意外だな。俺は早速返信した。貸しますよ、いくらご希望ですか。今金欠で5万くらい貸してほしいです。わかりました。それでは氏名などの個人情報と勤務先情報を教えてください。俺は言われるがままにそれらの情報を教えた。それでは口座に5万振り込みますので、口座番号を教えてください。また金利は 180% です。お金は返せるときでいいですよ。返せるときでいいの？っていうかこれで審査終わり？めっちゃ楽じゃん。金利は少し高いけど今金ないし、この人から借りよ。じゃあお願いしますとツイッターの DM を返信。するとその翌日には口座に5万円が振り込まれていた。早っ！っていうかこんな簡単に金が借りれるなんて。そして1ヶ月後、貸主さん、給料入ったんでそろそろお金お返しします。でもありがとう。最近本業の仕事が忙しいので、落ち着いた日にこちらから折り返すよ。そうですか、わかりました。ではお待ちしております。1週間後、貸主さん、そろそろお金をお返しします。あーごめん、まだ忙しくて対応できないんだよね。落ち着いたらまたこっちから連絡するからちょっと待っててね。はい、わかりました。なんかいつも忙しそうだな。これもしかしてお金返さなくてもいいんじゃね。このままとんずらこけるかも。もうこっちから連絡しなくていいや。借りてから3ヶ月後、ん？誰だろう。原田さん、そろそろお金返してください。け、覚えてたか。わかりました。チェ、返さないでいいと思ってたのに。まあしょうがないか。じゃあ5万円振り込みますね。いやいや原田さん、元本5万プラス利子27万で計32万だよ。利息は月利 180% の9万かける3ヶ月分だから。え、32万？5万しか借りてないのに。てか年利じゃなくて月利 180% なんですか。そうだよ。あの1ヶ月後に返す連絡したのに利息3ヶ月分って、それにそもそも利息高すぎじゃないですか。これじゃ闇金じゃないですか。すると貸主の態度が急変。ああ、うるせえよ。てめえはブラックなんだからこれぐらい当たり前だろうが。こっちはお前みたいなサラ金から借りれないブラックなやつにリスク背負って貸してんだよ。これくらいの金利払えや。返せないならてめえの会社行くぞこら。こっちはてめえの会社と家の住所も知ってんだからな。僕はあまりにも貸主の態度の豹変ぶりにびっくりし、32万円をしぶしぶ払うことにした。くそ、腑に落ちないけど会社に連絡されるのも困るし。そして金の貸し借りは終了した。その後何度かメールでその貸主からまたお金貸せますよと届いたが、
それ以降この男とは関わらないことにした。ゴールデンウィークですね、入り用じゃないですか。またお金貸せますよ。後々この貸主をネットでよく調べてみたら闇金業者だった。あいつ上場のリーマンとか言ってるけど、ただの闇金だよね。相当悪徳らしいよ。やっべえ、俺借りなくてよかった。もちろん上場会社サラリーマンというのは嘘。この男の被害に遭った人は多いらしく、返済できなかった場合は別の闇金業者を紹介され、さらに借金を重ねてあり地獄状態になる人もいるらしい。うちはダメだけど木村さんならいいですよ。はい、どうぞ。その結果、犯罪まがいの仕事をさせられたり、家庭崩壊、会社退職などの不幸な末路をたどった人も多いという。ネットで安易にお金の貸し借りはしてはいけない。このチャンネルではこれからもヤバい漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録と高評価よろしくね。